眠たい、眠たい。今日も早起きだった。こんばんは。私もこれから仮眠中です。お疲れ様。ファンのツイート見た。何？あ、ホラーゲーのやつ。うん。だって猿と一緒に見てたんだもん、あれ。マジで似てる。あのゲーム、本当にあるの？やりたいんだけど。全然怖くなさそう。えってあんな感じ。そうなのね。あの本当にあのメンバーとかにはマジでああいう感じだから、めっちゃ似てる。あの動きとか、あの顔の近づき方とか動きとかめっちゃ似てる。だからメンバー目線のヒナって絶対ああ見えてると思う。こんばんは。髪型変わっちゃう。そうなんですよ。今日実は美容院に行ってきたんだね。髪の毛染めてきたんだけど、多分あんま分かんないと思う。そんなに変わってないと思うんだけど。ワンマン前なので髪の毛染めてきたんだけど。髪型可愛くしてもらったの。なんかすごいんだよ。ただの三つ編みじゃなくて、ここまで三つ編みやって、ここはなんか、クリリンパみたいなのして、こういうのになってんの。で、またここ三つ編みして、ここもまたクリリンパみたいなのして、こうやってなんか、結び目になってんの。すごくない？わかる？だから、ただの三つ編みって普通にここまで三つ編みするけど、ここまで三つ編みして、ここはちょっとクリリンパして、ここまで三つ編みして、ここはクリリンパしてっていう、なんか、すごい、すごいちょっと、やったことない髪型です。まあ、一見ね、一見三つ編みなんだけど、ちょっと違うんですよ。髪色も、まあ、そんな変わってないんだけど、そんなに変わってないかもなんだけど、ちょっとオレンジっぽくしてきました。まあ、赤っぽいオレンジっぽいみたいな感じ。おしゃれな三つ編みは、そうなのよね。おしゃれな三つ編み。朝起きれた。頑張って起きた。マジで今日も早起き。もう本当になんかレッスンとかで時間がなさすぎて、なんか病院も、マジで入れる時間なくて、すごい朝早くからやってもらった。今の色好き。嬉しい。嬉しい。今日は染めたてだから髪色がとても綺麗です。マシンはちょっとでも収まった。まだちょっと背中とお腹あたりがね、ずっとブツブツしてるんですけど、まあ薬も飲んで薬も塗って生活してます。別になんか、まあまあ痒い以外そんななんかまあ迷惑なことはないんで、痒いのを、忘れたら大丈夫。
まあ、ドアップさんチーム。かゆいのも辛くない？辛い。辛いけど、なんかまあ忘れてしまえば、かゆいかゆいって言ってるとずっとかゆいから、違うことに気を紛らわせて やったらなんとかなる。かゆみ止めのさ、塗るやつも結構スースーしてくれるから、あれ塗ると、すごい、良くなる。でも、めっちゃ体中、そのスースー臭がするのよ。わかる？わかるでしょ？薬のさ、薬特有のそういうなんか、匂い。スースーの匂い。スースースカスカするやつの匂いが、すごい、体中に塗ったくるから、めっちゃ匂いする。薬の。だから、ひなからスースー臭がしても嫌いにならないでください。休めるときゆっくり休んでください。優しい。はい、ありがとうございます。ウェポラップ系、わかんないな、それ。それがわかんない、まず。けど、まあ、そんな感じ。知らんけど。知らんのかーい。こんばんは。今、ヒロアカを見進めてるんですよ、実は。今、2期の22話ぐらい、2期まで入って22話見てます。めっちゃ出遅れのヒロアカでしょ？今、映画もやってるのに。とても遅れています。でも、まあまあ見たんじゃない？ ママ見たんちゃう。ママ。今、地面師たち見てます。おお、いいね。こんばんは。ヒロアカ漫画だとありえんくらい文字多いからアニメおすすめ。わー、なんか見なくてもちょっと想像できるわ。多そう。だって普通になんかアニメの中でもめっちゃ説明とか出てくるやん。その人のキャラクターの能力とかの説明あるじゃん。ひな、そういうのをマジで文字とかで書かれてもマジ絶対理解できないもん。ちゃんと声で伝えてくれないとひな、マジでそういうの理解できないんだよね、文字。多分、そんな気がする。ああ、長風呂したいなあ。今日長風呂していいかな。蕁麻疹まだ出てるけど、ダメ。だってひな、ワンマンまで毎日長風呂するって決めたのに、その決めた、その次の日にもうその夢破れた。昨日の蕁麻疹のせいで。推しキャラとかできたか。まあ絶対に本当は、普通に多分、普通にしてたら絶対好きにならないんだろうけど、赤い髪の毛の人いるじゃないですか。
あの人の心の優しい瞬間がアニメに映った瞬間にその人を推しメンに決めちゃった。だから多分普通にそのシーン見てなかったら絶対推しメン違うんだけど、その人のそのシーンを見た瞬間にもう推しメンこれだってなっちゃって、全然目立ってる役じゃないし、言ってしまえば。全然目立ってる役とかじゃない。わかんない。これから活躍してくるのかもしれないんだけど、今んとこマジで全然目立ってないんだけど、なんか赤髪の人、氷と火の人じゃない。本当に赤髪の人。なんか手が剣みたいな人。手で何でも切れるみたいな人。あ、それかも。ちょっと読み方わかんないけど。霧島。な気がする。そう、その人が、ひながなんでその人好きになったかって、別に全然多分今もアニメ見進めてて、全然いいところないし、全然好きじゃないんだけど、好きじゃないっていうか、別に好きじゃなくもないけど、でも、もうひなはもうそのシーンを見て、なんか、学校にさ、学校に悪い人が、学校の授業中に、一期でさ、一期の時に、学校で授業中に悪い人がさ、やってきたじゃないですか。で、それでみんな結構ボロボロになって。で、最後の最後で、なんだっけ。なんだっけ。怪我だおったおじちゃん。もうヒロアカで一番大事な役柄なんですけど、名前思い出せない。おじちゃんいるやん。そう、オールマイト。オールマイト。怪我打ったおじちゃんやばい。オールマイトが、もう最後の最後で助けに来て、でもなんかもうめっちゃ時間ギリギリで、おじちゃんに、ちっちゃいおじちゃんになっちゃって、でもその赤髪の人が、心配して、こう行こうと思ったの。でも、なんかセメントスみたいな人いるやん。セメントスみたいな。セメントくんみたいな人が、それを見られないようにこう壁作って、みたいな。そのシーンでヒナはもうその赤髪の人に惚れたの。なんて心の優しい人なのって思って。ちょっと後でもう一回見返そうかな。だから全然目立ってる役じゃないし、今文化祭じゃない、体育祭みたいなのやってるあたり見てるんだけど、全然目立ってないし、全然、普通に見てたらマジで絶対に推しメンにしない。けど、ひなはもうそのシーンのその人に本当に惚れたので、推しメンです。もう、そう、心配して、オールマイトとデクのところに駆けつけようとしたの。その赤髪の人が。そう。でも、オールマイトはさ、自分がちっちゃなおじちゃんにさ、なっちゃったのをさ、バレちゃダメじゃん。で、焦ってて、みたいな。焦ってて、セメントの人が、セメントを作った、みたいなシーン。もう、めっちゃ可愛いと思って。もう大好き、そういう人って思って。もう、報われてほしいって思った。本当に素敵なヒーローになってほしい。ぜひとも。って思いましたね。みんなそのシーン見てみ？本当に一期の最終話らへんだと思う。最終話近くにそのシーンあるから。全然目立ってないんだよ。全然目立ってない。だけど、もうその心の優しい、そのシーンがひなにはもうグッときた。もうすぐさま駆け寄ろう。それで、オールマイトも、なんか言ってたもん。ここ、なんか、なんか、なんて言ったか覚えてないけど、オールマイトも褒めてた、その時。その赤い髪の人のことを。ちっちゃなおじさんに変身したオールマイトが。褒めてたはず。
こんばんは。まあこんなに全然名前とか覚えてないんですけども、キャラクターの いまだに。アニメのキャラクターとかマジでさ、主人公も覚えられないタイプだからさ、そのアニメ見てたら、あ、いたな、そんな人ってなるんだけど、普通に会話の中で出てきても誰、自分で出てくることは絶対ないし、アニメのさ、出てくる人とか、ほんと名前覚えられない。なんか目で見て覚えてるから耳で覚えてない。って感じ。こんばんは。やばい、めっちゃかゆい。ヒロアカは脇役も意外とスポット当たるのが面白い。うん、確かにいろんな、確かにね、本当にそうかも。普通のアニメって大体はもう主人公しか追ってないからね。ちょっとね、出遅れてるので、見てってますって感じです、今。いや、途中で挫折しちゃったから、また見てみようかな。見よう。ひなも挫折したぜ、だから、ちなみに。ひなも挫折したぜで、今、周りがあまりにも見すぎてるから、焦って見なきゃと思って見てるって感じ。最近はアニメ見れてない。ひなも本当に見てなかった。今、本当ヒロアカ。推しの子も全然今追いついてないわ。そういえば見てなかった。仕事終わりました。お疲れ様。お疲れ様です。お疲れ。かっちゃん好き。なんか、すごい、ずっと、デクに対してだけ対抗心バリバリなのが可愛くて好き。なんか愛おしくなってくる。うん、かわいいねーってよしよしして怒らせたい。こんばんは。怒らせたい。怒らせたい。可愛くて。ひろあか見る見るですね。ひろあか見ましょう、一緒に。一緒に追いつきましょう、世界のみんなに。世界のみんなに一緒に追いつこう。推しキャラとかあんまりないみ、いないかな、別に。別にいないかな。でもひなもなんか一回めっちゃハマってみたい、なんかそういうのに。キャラクターとか、別にアニメに限らず、なんかそういうさ、キャラクターとかひなマジでハマる人じゃないのね。なんだろう。なんだっけ。日本語が出てこないけど。マイメロとかキティちゃんとかさ。ちょっとそういう世界線あるじゃん。あ、ピューロランドじゃなくて。まあ、そういうやつ。そういうやつとかも全然好きじゃないし、好きじゃないって別に可愛いとは思うよ。でもなんていうの。推しキャラとかそういうのないし、なんかグッズ集めたいとかは別にない。普通に可愛いとは思うけどね。
だし、なんかアニメも好きだけど、めっちゃこれのグッズ集めますみたいなのもないし、ないんだよね。ちいかわもハマらなかった。全然通ってない、ちいかわも。だからひな、本当にそういうの欲しい。なんかもうめっちゃこのキャラクター好きで、もう家にたくさんぬいぐるみありますとか、なんかもうグッズ集めてますとか、そういうのめっちゃ楽しそう。なんかそれだけでさ、その人のキャラになるじゃん、それが。それもめっちゃ羨ましいなって思って。欲しいんだよね、好きなキャラクター。好きなキャラクター欲しい。なんかアニメとかも見るし好きだけど、もうこのキャラクター、もう、このキャラクターみたいなのない。みんな好き。そういうのなんか集めたりしてみたい。リラックマ好きな時、うわぁ、リラックマも流行ったよね。リラックマももう全部リラックマみたいな女の子いたもん。服も、鉛筆も。筆箱も消しゴムも、なんか、ランドセルカバーも、なんかもう全部リラックマみたいな人いた、昔。昔そういう人マジ多かった。でもうちそういうね、キャラクターとかまずあんま持たせてもらえる家じゃなかったから、そう。まずね、それもあるのかもしれない。女の子はやっぱディズニーが一番。確かにそれもあるなぁ。ディズニーは好きだけど、でもディズニーの中で何のキャラクターが一番好きですみたいなのもない。ディズニー全体的に好き。でもこのキャラクター、もうマジでこのキャラクター好きで、このキャラクター集めてますとかが本当に全く皆無。サンリオだと何が好き？サンリオだと別に何も好きじゃない。なんか、強いて言えば、なんか、ハンギョドンが可愛いなって。あ、みんな可愛いけどね。みんな可愛いっていうのは大前提として誰も好きじゃない。そう。みんな可愛いのは大前提として誰も、別に、この人のキャラクター集めますはない。絶対に。だからアニメ見てて、わ、この子推しメンだなってなっても別にキャラクター集めまでにもいかないから、まあ別に推しメンでもないかみたいな。まあこのアニメ見てて、まあこのアニメの中だったらこの人が好き、一番好きぐらい。だから、グッズ集めます。マジでもう、好きっていうのが本当にない。まあなんか、もうもらえたら嬉しいなとは思うけどね。そのグッズとかゲットできたら、一番このアニメでこの人好きだわ、嬉しいとはなるけど。もうなんか、そういう感じ。欲しいんだよね、ひなも。だからそれこそさ、ちいかわ好きなアイドルさんとかいいじゃないですか。もうそんな人ってさ、もうめっちゃプレゼントとかでももらって、自分でも買ってさ、もう家中ちいかわみたいな。なんかもうそういうのになってみたいな、ひな。もうひなといえばちいかわだよね、みたいな。もう誰々ちゃんといえばもうちいかわだよね。もう、なんか何、スマホケースも。なんかもう、キーホルダーも、みたいな。もうメイクポーチも、みたいな。そんぐらい何かにはまりたい。こんばんは。マジでね、なんかね、そういうのないんだよね。こういうメイク、こういう。かゆい。
目が最上級にかゆい。私今最上級にかゆいの。自分史上一番お目目かゆいわ。すいません。お腹すいたー。せーの、お腹すいたー。 お腹すいた人ー。食べたばっかり。いいなぁ。ちらし寿司、うまぴょう。うまぴょう、うまぴょう、うまぴょう、うまぴょう。お腹すいたなぁ。さっき食べて、あとは寝るだけ。うわ、最高じゃないですか。最高だし、食っちゃね、食っちゃねが一番最高だしね。チキンバーガーね、チキンバーガー食べたいんだよね。でもワンマン終わったからにしようって思って。今ご飯食べてます。いいね、栗ご飯。秋じゃないですか。もう秋、秋、秋じゃん。あっという間に。さっきハンバーグ食べていいなー。ない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 な。もう肉汁たくさんのチーズハンバーグ食べたい。今日はふりかけご飯しか、いいんですか？なんか野菜とか食べなくて。まあでもふりかけご飯もたまに食べると美味しいのよ。それが美味しいお米でね。美味しいお米っていうのが本当に約束。カニクリームコロッケやばい。やばい。眠くなってきた。今日なんかてか本当に最近マジで連日の早起き、連日の早起きで、本当にあの明日もマジで早起きなんだよね。明日もマジで早起きだし、明日なんか言ったらもうマジで遅くまで仕事あるから、マジで体力の限界が来そう。わあ、もうすぐ新米。いいな、新米食べたいよ。もうみんな知ってる？新米の美味しさ。新潟のお米の新米の美味しさ知ってる？みんないつもおばあちゃん家でもう、新米って聞いたらもう、最大級におかわりして食べてたお米。マジでうまい。しかも別に何もつけなくていい。マジでもう塩すらもかけないで食べてほしい。白米。新米の白米を。新潟の白米を。新潟の新米の白米を。もう何もつけずに食べてほしい。もう感動するよ。飛ぶよ。飛ぶよ。ぞ。飛ぶぞ。ご飯と明太子、うわ、明太子食べたい。もうひな、本当にいいよ。本当に明太子と白米の組み合わせ大好き大好き。
食ってみ、飛ぶぞ。わー、豚汁食べたい。おばあちゃんの作る豚汁が食べたい。飛ぶよな、新米マジうまい。いやー、マジで美味しい。美味しいご飯を食べます。この後。全然何食べるか決まってない。終わろうかな。眠いよ。缶釣り入りのサーモン塩からは、え、うまそう。うまそうすぎる。みんな缶釣りって知ってる？缶釣りもね、なんか美味しいんだよね。豚汁とおにぎり。豚汁とおにぎり食べたいな。うまいんだこれが。まだ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 完全に辛くて食べられない。知ってる。こんばんは。はい、じゃあそろそろ終わりにします。こういう感じのやつ、なんか新潟の調味料みたいな。新潟の調味料なんですよ、缶釣り。メイクもらえたら嬉しい。ありがとう。やばい。あ、怖いよ。うわ。はい、ということで。今日も一日お疲れ様でした。また明日配信しまーす。ランキング見ます。13位、かみのぶさん。12位、かんなさん。11位、たっかさん。10位、じゅんさん。9位、フロマージさん。8位、ARK さん。7位、しょうだいさん。6位、かねちゃんさん。5位、つるさん。4位、ましおさん。3位、ひろゆきさん。2位、ゆうとさん。第1位、けんわんさん。ありがとうございます。髪の毛ツヤツヤ。色味変わったかな？ちょっとだけね。ちょっとだけオレンジ寄りにしました。でもね、ほぼ赤なんだけど、ちょっとオレンジ寄りの髪の毛にしてみました。ということで、また明日。おやすみなさん。ありがとうね、今日も。おやすみ。ありがとうございました。おやすみなさい。